走れるやつしか相手にしない。頑張れ、応援してる。今度はここに俺たちの姿がある。一人ずつ別のスタートラインに立ち、たすきを待つ。受け取り、次につなぐ。つないでつないで、やがて俺たちはあの大手町で再会する。関西大学長距離陸上部始まって以来の快挙。いや、近年の箱根駅伝でも類を見ない初挑戦初出場の偉業を俺たちは成し遂げるんだ。そんな言葉が聞きたいんじゃないんだよな。城だって花道だって、一歩も坂道も、三五十五に日向に柔ら、瀬名五郎翼龍馬、ダメだ、キリがないな。僕は主人公も好きだけど、彼らを導く人も好きなんです。みんな厳しい、でも当然ですよね。優しくされたいわけじゃない。勝ちたいんだから、選手は。さて、予断を許さぬ今年の東京箱根間往復大学駅伝競争、幕開けからゆっくりとしたペースが続いています。僕は走るのが本当に嫌いだ。巻き込まれて苦しい思いをして、みんなと走らなかったら、この場所に来られなかったら、そんな自分はもっと嫌いだ。監督自ら
についてるのかもしれません。でも本当の頂点はそこじゃなかった。分かってたんです俺も。だってもっともっとみんなと上を目指したいから。言ってましたよハイジさん、神様っているのかもって。倉原さんと出会ったこと、俺たちはただの10人じゃない、運命の10人なんだって。出よう、みんなで箱根駅伝に。ハイジよ、箱根はな、ハイジよ、もうお前一人の夢じゃねえんだ、俺たちの夢なんだ。なあ、走るの好きか？関西大学復路5位の快挙、5時間34分32秒で見事東京箱根間を走り切りました。どうだ、見えたか頂点は。